やっはろー、どうもこんばんは。アニメリアク職人こと町田純浜です。現在2024年の3月5日火曜19時45分になりました。はい、ちょっと3日間空きましたけどね、僕たちは勉強ができないの9話見ていきたいと思います。 D アニメスラですね。はい、先に軽く自己紹介。はい、自分の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回、月曜から夜更かし、目覚ましより生放送、世界丸見えテレビ特捜部など、テレビ30本以上出演。そして2022年には深田恭子さんと CM 共演まで果たしましたけれども、現在も全くコロナの影響で仕事が戻ってこず、ほぼ無収入状態でアニメリアクターやってます。リアクターとしては多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数の低さと、チャンネル登録者数の伸びなさ、これにずっと悩まされてますけども、めげずに一日も休まず投稿を続けてます。ぜひ応援お願いします。ではいきます。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからんタイミングで広告があります。申し訳ないですがそれを我慢しつつ、どうでしょう、もしくは普通に視聴いただいた後にリアクションだけを確認ということでお願いします。いきます。3、2、1、スタート。今回サムネイルのリズがなんかめっちゃ可愛いねんけど、うどんすすってるリズ、すすってんのかなあれ。今んとこやっぱウルカが一番好きやな。あれ、キリス先生、いやー、だからちょっと前回ウルカがねね、竹本の好きな人って俺って聞いてね、そんなわけないじゃんと言うてもうたもんね。ティーチャー採点は、あ、部屋片付けてってことか。また高校ジャージ。まあ、うちもあんまり言えない。まあゴミ袋は出してほしいね。あ、 G か。ああ。あ、なんか働く魔王様、働く魔王様だったら なんて呼んでたっけ。なんだっけな、働く魔王様、なんだっけな、ゲルマニカ、なんかベル、なんかデル、デルデラみたいな、なんかなんか、ありがとうわい。ブラデラ、ゲルマニカ。
倒してないもんな。何でもするからやと。あ、勉強してくれか。ホンデリズが来んのかな。絶対大型うどんでええやろ。でしょうな。あ、ここやサムネイル。ゴキブリ別名で、お前はいつ着替えてん。しかも成り行き食えてへんしね、これ。あー、あのカードゲームか。カメムシ。ああこのゲーム何だっけ、何回もやったことあるわ。ゴキブリポーカーや。あ、こうも出た。ゴキブリポーカー、放課後サイコロクラブでもやってた。ゴキブリポーカーは30連敗。あ、やばい一言や。あ、これコーヒーです、うん、さあさあ、ゲルマニカブラデッラやね。勘違いしてへん。これ成り行きのことと思ってない。うん。は。お前文法の指摘。あ、ゼロ点。まあまあまあ、あ、出た、ゲルマニカブラデルラが出た。リズが倒すんちゃう、これ。
今までどうしてて。リズが倒すやろ。あ、お、来た来た来た。踏み潰すんちゃう。太郎さん、あ飲食用かね、うん、そう、やっぱ飲食店は強いのよ。女子でも平気で行くからね。なんで慣れ気が岡持ってんの。飲食店用語ちょっと良かったね。まあ女の子やからということよ。数日後またピシッ。ハズキとハズキやね。絶対下着屋やん。おーい、じゃん。着ぐるみか。なんで声出へん。待ってろよ娘って言わんやろ。待ってろよ娘言うながら走ったぞ。いい、これは
誰か来そうやね、フミノとかウルカとか。なんで一人しかいいね、ほんで。あ、来た、ウルカのリツイ。帰ろう。何？G やったっけ？脱げへん。頭外れへんのかいな。まあ当たってるけどね。91。191やったら岡田和親とアントニオ猪木の身長ですね。もう成り行き。おう。これはバレるんかな。キリス先生？何やと？ラッキースケベ怒る？男じゃ、え？新人ですか？かな？そもそも着ぐるみやからね。
するん。あおう。ラッキーすぎるスケベ。いや、ちゃちゃちゃ、働くってこういうことじゃないのよ。あとは踏みのやな、やっぱり。席上は後輩のかな。東映の映画の最初か。A なのね。成り行き君言うたけど聞こえてないこれ。あ、Cパートあるな。まだまだね、バキビア。いやー、今回大爆笑会やったな。おもろかった。わお。店長の声誰やろ。あ、種崎さん？わからんかった。あれ、種崎さんかい。お母ちゃん、川澄彩香さんね。こんなとこで種崎敦美さん見るとはね。またまたね、バキビアン。さあ、Cパートはどういうオチが来るかね。美味しいクレープ屋さん。まあ、なりゆき何にも悪くないねんけどね。好きやからね。お、お、紫髪の子はこれ新キャラか。いや、ああ、こ。過去一笑ったんちゃうかな、この僕弁では。過去一おもろかったと思うな今回。いやー、うん、あ、いや、まあまあ、まずはなんか勉強しながら、あれじゃ、成り行きが、まあね、真冬先生の、あれはマンションか、
の前通ったところで捕まった、まあそれは部屋がまた散らかってて、まあ片付けてくれってことかと思いきや、ね、ゲルマニカ・ブラデッラが出たからっていうことだったね。で、まあとりあえず片付けて、もう何でもするかと、まだね、ブラデッラを片付けてないから何とかしてっていうことで、あ、何でもするからで勉強を教わったと。そこで晩飯の出前取ったのがやはり大型うどんでリズが来たと。ちょっとサムネイル見た感じそんな感じかなと思ったけど、まあここで、まあ成行は、これはチャンスじゃないかとね、仲直りさせるチャンスじゃないんかと思ったけど、主語を先につけんかいというね、大型がこあの文法のツッコミをみたいなのも良かったしね。まあほんで、まあ太郎さんご来店ということで、まあ飲食店の女子はね強い、うん、まあちょっとこれ自分の体験になりますけども、まああの忍者レストランというところにね、まあ2009年の8月31日から、2018年の、まあ、12月の半ばぐらいまで、まあ、一応いたんですけどもね、やっぱそこではね、あの1回だけかな自分が見たのは、あのもうほんまマジック中にこうお客さんみんなこっち向いてて、後ろの壁をさーって、うわこれやばいぞバレたら思って、うん、でなんとかマジックやりきって出て、ほんま2分後くらいにギヤー聞こえてきて、あのお客さん全員 女性やったんでね、おばちゃんたちでしたけども、まあでまあやっぱりその大学生の女子がね、あの対処してましたから、自分も動きは苦手でね、あの叩き潰すのは無理です。殺虫剤があったらなんとかいけますけどね。やけどあれバーンいけるリズはさすがやね、飲食店の娘は強い。まあということでね、まあ仲直り作戦は失敗かと思ったけれども、最後の口論でね、やけどまあまあその、うん、リズはまあ今回こうやってゆいかさんが、こういう機会をくれなければ、そのまあ先生のああいう話は聞けなかったしということで、まあほんのちょっと良かったかなってところだけども、まあ成行は最後の最後失敗したね。太郎くんが出た時は私のところにも来てくれますかって、いや行く意味ないやんって、あそこはオッケー行ったるわでええのよね、女心の勉強まだまだ足らんな、誰が言うてんねん。まあほんで後半は、まあお母ちゃんが何や、40度近い熱を出してもったってことで、なんでそれでお母ちゃんのパート先を手伝いに行くことになんねや。そんぐらい店長と仲いいってことやね。ああ成行くんよう来てくれたねえだから、まあ予想通りの展開やったけど、おもろかったね、おもろかった。まずウルカとリズが来てしまって、バスパスで下がってって、リズは91センチということですね。ああ91で、ウルカはこの清楚系かセクシー系かどっちがいいですかに対してね、どっちも想像してしまう、うん、でまあまあそこをなんとか乗り切ったものが、キリ先生が試着室の中で外れへんから取ってくれってことで、ああまあまあもう先生のね、まあパイパイデカミを見たわけやな、素晴らしいな、羨ましいな、うんね。でその後にまあようやく乗り切ったものの、最後に文野が来たということでね、とりあえず A カップをいつもつけてるんですよを聞いてしまったね。で B と C は、まあ、もしかしたら成長を見込めるかもってことだったけども、あのタイミングで帰ってきてね、店長もこうバックヤードで脱がしゃいいのになんであそこで脱がすかな。まあその辺がねおもろいところですわ、この、まあ、ギャグアニメでいいんかなこれってね、うん、そんなマジレスしても仕方ないね。でまあまあ最後ね、文野にあれクレープおごってあげたんかな多分、うん、2人にバレんでよかったねと。そうやね、2人バレたらもう終わってたな、うん、はい、多分過去一笑った回でした、もうおもろかった。はい、ということで僕たちは勉強ができない9話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。はい、ここから1分ちょいで自己紹介します。興味のある方はここで切ってください。自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる諦めない体力で、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしますが、現在コロナの影響で、約4年1ヶ月の間で仕事が全くない状態、貯金と節約生活でなんとか生き延びてます。そんな自分の本業を知って、ぜひ応援をしていただきたいんで、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業の方のチャンネル登録応援もお願いします。そして深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っけてますんで、ぜひ見てください。アニメのリアクションその他もろもろスタートして、今日で、1440日目ですね。長いことやってますが、ただこのチャンネルもっと長くて、2009年の4月の25日からパフォーマーのチャンネルとしてスタートしましたが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にやらこのチャンネルで、アニメのリアクションスタートしてしまってからの約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年の8月18日までのリアクション動画、自ら出て削除させられるという地獄を味わってます。なんとか乗り
り越えたものの今もずっと地獄、冒頭にも言ったように再生数チャンネル登録者数ほんまに伸びずということで、もうマジでやめたいずっと言ってます。それでもね、やればできる諦めない伝えたいと思って、気合と根性だけでコロナになろうがインフルになろうが怪我しようが何しようが一日も休まず動画投稿を続けてるんで、ぜひ応援お願いいたします。以上、アニメリアク職人ことマジダイドギニハマーでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。